トゥースイケメントラックユーチューバーが間長期をぶつぶつ <laughs> まあこれ間長期じゃないですけどね間長期ではないですけどねはい今日はですねえー、っと2019年の10月20日日曜日午前 0時57分ですよ。もう深夜ですよ。もう寝なくちゃ。良い子は、良い子は早おねえ。よそはよそ。うちはうち。言われまへんでした。子供の頃。言われまへんでした。子供は早おねえ。と。言われませんでした。あれねえ。あれねえ。絶対ねえ。 父ちゃん、母さんがね、ほんと、ほんとね、なんかね、なんか、やってたんですよ。はい。おかいかいちょっと、ちょっとかい !57 年もなるとね、全身ね、もうね、水分がね、なくなるので、もうほとんど見えらじょう、見えら状態ですわ。57歳は。 57歳は至る所でかゆくなりますと。はい。今日はですね、今日のテーマは、えー、っと、トラック業界に就職する人に、の、トラック業界に就職しようと思っている人に、聞いてもらいたい。で、持ってき持ってきました。<laughs> 持ってきよよ。 ちょっと古いんですけどね、この持ってきよね。持ってき、持ってきましたわ。持ってきよー、持ってけーで、まあ、ああのー、運送業界に入ろうとする人にアドバイスというか、ま、あ、いろいろ聞いてもらいたい。参考のためにですね。で、これはあくまでも私の、一個人の見解としてお聞き願いたい。 いや、そりゃお前、親父し合うよ、という意見もあるかもしれませんが、そういったことを言う人は、全然関係ないですね。今のパフォーマンスは何だったんだろう。じゃあちょっと真面目にいきます。で、まあ、あのー、第一にですね、就職する人就職する人ってね、 例えばね、うーんと、まあそうですね、まあ全部は全部ではないんですが、例えばこの持ってきてですね、持ってき、求人雑誌、求人雑誌ですね。これね、なんかね、無料で載せられるようなんですよね。そこは狙いと。で、うーん、そうだな、この中に、まあ、 運送会社もね、いろいろね、ありますわ。運送会社もね、いろいろありますわ。でね、まあ、入ろうと思ったらリサーチしてください。あのー、いろんな会社があると思うんですよ。で、えっ、ー、と、リサーチ。リサーチというのは、あのー、まあ、 いろんな、いろんなね、いろんな運送会社あるわけじゃないですか。その中でね、調べるんですよ。どういう会社があるのかなと。ね。で、まずは、通勤通勤の範囲ですね。なのでね、えー、っと、まあ、1時間で、まあ、1時間以内なら、通ってもいいよとか。 まあ30分だなとかあるじゃないですか。その中からピックアップするんですよ。あなたがもし1時間かけて行っていいよという、いうことであれば、その1時間以内で行ける範囲の運送屋さんをまずはピックアップすると。で、まあいろいろあると思うんですよ。まあね、1時間も かければ多分片道40キロぐらい ?30 キロから40キロですよね。なのでね、その中に当てはまると言ったらもう、もう直径で言えばね、80キロですよね。なので、かなり広範囲の、広範囲でね、探せると思うんですが。で、その、 その中でまあ割と評判のいいところ評判のいいところをピックアップしてまあいろいろ聞くじゃないですか人の噂にさですよあそこの会社はいいよとここはブラックだよとブラックはもう徹底的に省いていってでその中でまあ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 かなというところをピックアップするとそうしたらまあ何件か残るじゃないですかねで何件か残ってだって 例えばだん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 絞り込んでいくんですよ。で、まあ、A という、A という会社があるとするじゃないですか。ああ、いいなあ、ここいいなあと思うような会社。そしたら、そしたらですね、まあ、まあそうですね、まず、こういう求人雑誌とか、あの、ハローワークとか、まあ、ハローワークに、は、あの、こういうね、雑誌よりはね、ハローワークに、 行った方がいいいと思います。まずはハローワークに行くと。そしたらね、あのー、どこまで通いますかということをね、あの、聞かれますわ。例えば、あなたが、うん、そうですね、例えば、広島県の広島市に、広島市に住んでいるんであれば、広島市内がいいですか 東広島の方まで行きますかとか、呉の方まで通勤できますかとか、大竹まで通勤できますかみたいな感じで。ね。ちょっと、いや、自分は広島市内だけだと。言うんであれば、広島市内で探してくれるし、ね、2日市、大竹、大野町、あの辺まで通勤できるよって言わ,言われれば、そのあたりまで探してくれると思います。 これもね、あのー、大竹、大竹の会社が、まあ、広島の、まあ、通勤距離が、まあ、20キロ、30キロでも通勤距離いいですよという会社が OK であればね、まあ、まあ、会社とすればあの、ちゃんと出勤してくれれば、それは別に問題ないと思います。まあ、例えば、うそうですね、三好から、三好から、 広島市に通勤すると、おそらく1時間、1時間半ぐらいかかるかな。1時間半はかかんないか、まあ、まあまあまあそれはいいとして、ね、まあとにかく遅刻もせずに通ってくれればいいという感じで採用されると思います。で、そういう感じでね、ハローワークに。 いれば、その何件かピックアップしてくれるから、でピッックアップしたものを、あの、求人票ですか求人票くれるので、その中から、あのー、ね、いろいろピックアップした方がいいと思います。で、そこは長距離が、長距離がある,あるのかとかうん、中距離があるのとか、長距離があるのあるかだとか。で、 でその次に、まあ、その会社は何を、どういう仕事をしているかですよね。例えば、自動車部品を運搬しているとか、事務機器を運搬しているだとか、食品だとか、鉱、うん、材だとか、コンクリートだとか、うんね、そんないろいろ雑貨もありますし、宅急便だともありますし、で何,何をしたいに仕事をしているかですよね。 鉱、まあ、材しか使わないだとか、ね、まああるじゃないですか木材材木か材木関係だとか原木だったりだとかトレーラーだったりとかそんなとこからピックアップするんですよねで自分だったらどういう仕事ができると例えば鉱材が好きな人もいます、ね、あの自分は鉱材ばっかり運んでたのでそういったまあ ガチャとか締める仕事の方がいいと。そうしたとあの、手積み手下ろしとは、ほぼ100%ありませんけど、まあ、鋼材をね、このかけてできませんからね。で、まあ、どういう仕事だったらできるかという,いうのですね。まあ、多少の手積み手下ろしはいいよというんだったら、もっとあの幅は広がりますよね。で手積み手下ろしなんか一切やらないよというんだったら、限られてきますし。 もう何だっていいよって言うんだったらもう何だってあります。なのでね、一番大事なのはじ、で、まずはですね、一番大事なのは運送会社を探すに、えー、探す、うん、運送会社を探すにあたって、まずはですね、あなたが 給料がどれくらい欲しいかですよ。手取り20万もあればいいやという人は、もちろん長距離なんかやらなくても、ね、20万ぐらいだったら地場でいくらでも稼ぎます。20万程度ならもうどこでもあります。あるいはう、じゃあ自分手取り30万欲しいやと。言うんであれば地場,地場で30万というのはほぼ難しいです。 ほぼ難しいですある,あると思いますよでもあると思いますがほぼねそういう会社はね辞めない人が辞めない地場で30万くれるような仕事はねほぼやめないで辞めるんであればよっぽどきついかですよねきつかったらまあどんなにいい会社でも辞めますわ なのでね、まずはあなたがどれくらい給料欲しいかで、地場をやりたいのか、中距離やりたいのか、長距離やりたいのかですよね。なので、まあ、30万欲しいんであれば、中距離以上でしょうね。を、やらなきゃ仕方ないです。30万で地場なんて。 なかなかないと思います。ほぼないと思います。私は聞いたことないですね。あの、総支給はありますよ、30万は。あの、あくまでも手取りです。手取りの30というのはほぼないです。なのでね、うん、まあ30万以上もらおうと思ったら、もうほぼ長距離かなという感じがします。はい。まあ、中距離、長距離ですね。で、 ま、あ手取りの25万円でいいや、というのではあれば、近場があります。近場は12時間。ま、あ12時間ぐらい。ま、あ12時間ぐらいですね。ま、あ日帰り。ま、あ12時間だったら日帰りできるじゃないですか。いくらでも。多分、うん、そうですね。そう、1日の走行距離が、ま、300キロ。300キロから400 キロぐらいかなそれだったらまあ12時間13時間ぐらいかな。はい。で、そうやってリサーチするんですよ。でその中から、その,その中から今度、あの、運送会社絞られるじゃないですか。で、A という会社、B という会社、C という会社、ね。で、その中で、この会社は、 どんな仕事をしているかと。で、鋼材があったり、パレットもばっかりだったり、食品だったり、ね、雑貨だったり、あると思います。で、その中から、どんな仕事だったら自分ができるかと、いうところですよね。そうしたら、だん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 絞られていくじゃないですか。で最終的には、こういった仕事を、 と言ってまあ、うん、1社か2社,2社ぐらい絞られるんじゃないのかなと思いますけれどもはいそうやって運送会社を探していくんですよでその中からまああのー、ね、あのー、決まったとすればでまあ要するにお金ですよね働いてその 対価でお金をいただくわけだからお金一番大事です。はい。これはね、いやらしい話でも何でもありません。お金は大事です。で、うん。で、その中でね、あのー、よくね、この、こういう求人雑誌もそうなんですが、例えば、 まあ、長距離で、長距離で、この中でもあるんですけど、まあ、35万から45万というのもありました。で、あの、面接の時に、面接の時に聞いてみてください。最高額を。例えば、45万から35万だったら、45万円稼ごうと思ったら、どういう仕事をすればいいんですかと。どんだけ仕事をすればいいんですかと。そうしたらね、 あの親、ー、切じゃないあのなんていうんかなまあまあまあそういうな,なんて言いましょうか正直なところは正直に話してくれると思いますでもねなかなか40まあ例えばマックスマックス45万だったらね ななかなか難しいいと思います、はい、要するにねその35万から45万45万というのは釣りなんですねもう,もう釣りタイトルと一緒ですよあの一番多い金額を、ね、見ますからね人はなのであこれ45万円もらえるんだともう単純に考えます大体悪いけど運転手ってあんましあんましあのーね 考えないんで、細かいところは考えないので、もうインスピレーションみたいな、あこんだけ稼げるんだと。という考えでいきますからね。で、実際にはもう、もうきつくて、そんだけが、すげえ頑張ってみたんだけど、ね、あの、そう、そう支給額が38万円だったり、これ45万円には届かんよな、というような感じで、ありますので。 ほぼそういう感じです。悪いけどほぼそういう感じです。で、なのでねあの、その辺はね、面接の時にちゃんと聞いた方がいいです。であの、ちゃんと聞くというのは、あやふやじゃないです。あやふやじゃないし、まあ、シミュレーションをちょっといっぺんに出してくれと。45万円もらえる人の給料を ちょっと明細というかね、あの、どういう感じでやったら45万円になるのか、実際のあの,あの、あれ、45万円もらった人の給料明細をもらってください。もらってくださいというか、見せてもらってください。そしたら信じようと。で、いやいや、なかなか45万円ね、うん すいい人いないんですよみたいな感じだったらね、それはもう45万なんて無理なんですよ。無理なんですよ。どっから45万円というのが出るのかという話ですよね。なのでね、その辺は注意してやった方がいいです。はい。なので前の動画でもあげましたけれども、高級に釣られるなということなんですよ。 ね、高い給料に釣られるなというのはこういうことを言っているんです。で、うちは高級優遇しますよと言いながら、それはね、ほとんど釣りです。もう、それでね、あのね、そうしたら、うきに来るじゃないですか。そうやって人を集めると。で、あがふやなことを言って入社させるというところがね、残念ながら多いです。悪いけど。この中に 乗っててるなんてね、ほとんどそうですほとんどは、ほとんどはそうなんですね。ほんとね、ええー、えのー、もんですよ。これっちゃね、今から入る人は、あなんだよ、送会社、ダメだな、と思うかもしれませんが、それはね、あなたのために言ってるんですよ。今から入ろうという、あなたのために。でね、幻滅することはないですよ。絶対に。でもね、いい会社はね、必ずあの、 私、今の会社これ、これで見つけましたからね。まあ、うちの奥さんが見つけてきたんだけど。はい。どんなとこです。なのでね、ほんと、まあ、リサーチリサーチはね、大事です。ここもね、まあ、これ、飲食店、 飲食店ですけれどもね、まあ、ある、ある飲食店、月給22万から35万円と出てますが、正社員ですよ、正社員とアルバイト募集で、22万円から35万円と。どう、どう考えてもね、これ35万円 <laughs>、稼げんやろうと思うんですけれども、レストランですよ。どういうことをやったら35万円儲かるんかなと思いますけど。 まあこれについて反発がある人はあのコメント欄にください。はい、<laughs> まあ本当にあるんだよという話であれば、まあ、この中人達師のこの乗ってるところの話をしていますけれども、ほぼね、35万円になってね、それはないんじゃないのと思いますけれども、はい、そういったところです。 えそとですねうーん、まあ、いろいろあるんですけれどもね、さっき乗ってたんですけど、まあ、私が前、ね、もう、退職届をたどりつけた、その運送会社も今、何に乗ってます。新規事業拡大とか言って、嘘つけ、運転手が給料安いからみんな辞めてしまうんだろうと。ね 事業なんんか拡大しておりませんたまにその会社の前を通るんですがいまだに台数は一緒ですからだから嘘を載せるなっていう話なんですよねもう私はあそこの会社を勧めませんあそこは絶対入らい方がいいともう私の周りでも見ないって言いますなのでねそこの会社長くないと思いますわはいで 例えばここですねトレーラーで28万円以上ってで以上可能って書いてありますがじゃどうやったらそれを稼げるんですかとでまあ面接の時に聞いてみてくださいこれ以上稼ぐにはどうすればいいんですかとでシミュレーションであのやってみせてくださいと入社してからではお,おせえですからねで あやふやに、あやふやにごまかすんだったらごまかすよう、ごまかすようなことを言ったり、なんかめんどくさそうにしたら、もう、もう答え出てますよね。28万円以上なんかないんですよ、そもそも。で、まあ、仮にですよ、28万円以上もらう人もいますよと言うんであれば、言うんであれば、 乗務員さんね、ドライバーさんは何人いますかって ?10 人いますかって ?10、じゃあ人の人は28万以上稼いでますかと。あるいは、まあそれに近い金額を稼いでますかと。で、稼いでいないんであれば、稼げないんですよね。きつくて。そりゃ、 30、三十日ね、1ヶ月間全然休まんともう寝る暇も惜しんでも、ももう寝ないで仕事しようと仕事しようと仕事仕事だったら、それは稼げることは、1回はできるかもしれない。一か月 ?1 ヶ月はできるかもしれないけど、次の月はできないかもしれない。また次の月はできないかもしれない。やっぱね、 自続的に28万円以上が1年間でずっとね、1月から12月まで、ほぼ28万円以上稼いなければ、それを稼いだ、28万円以上というのはね、なかなか出てこないと思うんですけどね。私が担当者だったら、要しませんね、そういうこと。はい。まあちょっと、あのー、 悪いことばっかし言いますけれども。でも、あのー、入ってしまってね、あしまったと思うよりは、もう入る前からね、ねほれ葉掘れに、ね、聞いた方がいいですよ。本当に。そうしたらね、間違いないです。で、自分も後悔しないと思いますよ。で、納得して入るんだから。で、一つですね、あのー、まあ、 この中に載っている会社ですけれども、まあまあ、入社した当時は例えば30万30万給料がありますよとで数ヶ月間はね30万あったそうですでもね同じ仕事同じ内容なのにだん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 給料が下がっていったという人がいますはいまあ 詳しい内容はね、聞いてないんですけれども。まあ私もそ、そんな給料ない <laughs>、給料というか人の給料なんかね、あのー、興味ないので、聞いてないんですが、まあ、まあ何らかで、なかなかね、話す機会がないんでね。あのー、出勤の時間帯がね、全く違うので。なのでね、詳しくは、まだ聞いたことないんですけれども、 まあ、あの入った時には、まあ、あのなんて言いますか求人,求人票に載っていた明細書に載っていた通りの給料だったけどだん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 減ってきたと。で、まあ、しまいなやめたと。これ話が違うじゃないか。やめたという感じであの対,処さ対処されたと。 退社されたということを聞いております。はい。それって詐欺ですよね。<laughs> いけませんよね。同じ仕事をや,やっててですよ。なんで給料下がるのっていう話ですよ。本当に。はっと、はっと思いますよね。まあ私も今の会社に入って万が一 同じ仕事、同じ内容でやってて、どん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 下がっていくんだったら、まあ、やめるでしょうね。まあ、私以外にも、まあ、そうですほとんどやめると思いますわ。こ、ま、れ、あ、は反省違うじゃないかと。どうなってるんだと。やめると思います。はい。集団退職ですか。で、またこれに乗せない、載せなければあかんと <laughs> いうことになるんじゃないでしょうか。まあ、 まあそんなことはないなと思うんですけれども。はい。なのでね、本当積極的に聞いていく。本当にね、聞かなき損ですよ。ね。で、聞いて、聞いて損することはないです。一銭も損することはありません。で、聞かずに入って、ああ、しまった、だったらもう大損じゃないですか。もう時間の無駄。 それこそ時間の無駄。で、稼げない。で、ね、あのー、神経ばっかし使って。で、やめる時も結構エネルギーいるじゃないですか。やめたーみたいな感じで。ね、精神的にエネ,エネルギー使うじゃないですか。なのでね、本当そうならないがために、しっかりとリサーチをして、で、本当にね、お金ですからね。 お金を稼ぎに行ってるんだから。いくら人間性がいい、居心地がいい。まあ、まあブラックの会社っていうのはもう、もう居心地もクソ悪いし、もうなんか胸くそ、胸クそ悪いし、仕事する気ないですよね。で、あこんなじゃなかった。ああ、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 と思いながら仕事をしたらね、事故のもとですよ。はい。 で事故したらね、もう全然良い,いことないですよ。ほんとね。なのでね、やっぱりね、気持ちよく仕事したいじゃないですか。気持ちよく。なのでね、本当あのー、しっかりと、その辺は、リサーチ、リサーチ、リサーチです。で、あとは周りの、なんというかね、あの、口コミじゃない、あのー、評判ですよね。で、 まあ一番いいのは、そこの乗務員と話しできる環境、もしくはね、あのーまあのまね即決で決められないので、1日2日ほど仕事の内容を見せてくださいと。あの2人乗って、2人乗って、まあ、半日でもいいじゃないですか、1日でも。で、そこの乗務員さんと本音トークをすると、本音で。 私は本当、本当、こんだけもらえるの休みはどうなのきつくないのというところをね、しっかりと聞いた方がいいと思います。そうしたらねあ、相手の乗務員さんだってね、嘘はつきませんよ。嘘ついても、嘘ついて、その人がね、あの、入社してもね、今度は自分がう恨まれますからね、あんた、あんた、あんた嘘を言うたやないか、ということになりますからね。なのでね、まあ、まあ、体験、 で、まあ、半日一日、ちょっと見ると、いったところはよろしいと思います。はい。私も一日、一日お試し入社みたいなんで、その時はもう、もう最悪でしたけれども。えっ、ー、とね、午前2時ですよ。午前2時から、夕方のね、夕方の5時半。 5時半まで、ね「拘束されてであ明日はね午前0時ですよ」って「はあはあ」今から家帰って風呂入ってご飯食べたらもう,もう4時間ぐらいしか寝る時間ないじゃんいつもこんな仕事なんですか」って言ったら「はいそうですよ」と涼しい顔言いましたからね。そうしたらこの次30時間の残業時間じゃなしにこれこれ毎日にこれだったら。 100時間ぐらいになれませんかと言ったところ、そんなことを私に言われても困る。社長に言ってくれと <laughs> 逆ギレされましたからね。もうそこでやめましたよ。あ、そうなの。やめたと <laughs>。やめたと言って。はい。で、人をですよ。16時間もそこら、あまあ、十何時間だまあ、 まあ、14、15時間ですよね。14、15時間ぐらい拘束して、一銭も、一銭もくれませんでしたからね。まあまあ、いいんですけどね、それは。はい。もう超ブラックでしたわ。はい、まあ、入らなくて正解でしたわ。本当に。まあ、そん,そんな、そんなクソみたいなね、会社よりは、人をね、16時間もそこらも拘束して、そんなね、寝る間もないような、 腐った、腐った会社よりは、今の会社の方が、ね、もう、もう10時間、10時間そこらで、で、ね、あのー、そこの会社よりはよっぽどよく、あのー、お給料いただいております。はい。なので、まあ、前の会社に入らなくてよかったなと思いました。はい。そんなところです。 なのでね、本当にしっかりとね、聞いた方がいいです。聞いてください。もう、もう、機械には損ですよ。もう、ばーって言って。はい。で、本当なんですかと。で、本当とね、そこでごまかすようなところはね、ほんと入っちゃダメですよ。まあ、何目も言いますけどね。はい。ということです。あなたの、ね、あの、お役に立てればいいなと思います。少し、長めの動画になれましたが、申し訳ありません。 参考になったでしょうかまた次回の動画でお会いしましょう。